最強のセットアップ解説していくよ。はい、というわけで皆さん、ルミックスとブラックマジックデザインのカメラって相性がめちゃくちゃいいのって知ってました？僕ね、マジでね、見つけてしまったんですよ。パナとブラマジのこのコンボ、これは最強っすね。はい、まあ、いろいろ試行錯誤しながら生み出したこのコンビネーションなんで、今日のね動画はマジでおもろいと思うし、めちゃくちゃロマンあると思います。はい、なのでね、ぜひ楽しんでいってもらいたいんですけど、この大きいね、これ今アーサミニプロっていうね、これブラックマジックさんのねカメラなんですけど、これじゃなくていいです。あの BMPCC とかね、ブラックマジックポケットシネマカメラと呼ばれるもので全然問題はありません。でパナソニックに関しては S シリーズになりますね。まあ、GH シリーズ、今これ GH6 もあるんですけど、これねちょっと今 GH6 あのパナソニックさんにね 9mm レンズとお借りをしているんですけれども、今のところこれはねちょっと対応はしてないんですけれども、まあ、例えば S1 とかこういった S1H ですね、これが S1H ですね、これとかあのね、オートフォーカスソニーだからめっちゃ早い、やりやすいなんで一応ね、ここにも S1 はあってですね、まあ、こういった S シリーズとこのねブラマジコンボっていうのが特にねおすすめかなというふうに思ってます。で、今日はこのね、コンビネーション、まあ、僕のセットアップもね、紹介をするのと、このコンビネーションをすると何がね、いいのか、まあ、どういうことができるのかであったりとか、まあ、こういったね、ビデオアシストっていうね、モニター、これがね、一番のキーアイテムになるんで、まあ、これをね、使ってほしい。あるいは、外部モニターなら絶対これにしてほしいっていうお話も含めて、ちょっとね、情報量めちゃくちゃ多いと思います。はい、なので、まあ、リラックスしながらね、うわ、そういった使い方あるんか、みたいな感じで、ちょっとね、聞いていってもらえたらね、すごく嬉しいなというふうに思っております。では、まずね、このルミックスとこのブラックマジック製品、まあ、これがこっちになるね。なので、このね、ブラックマジックとルミックス組み合わせるとどういうふうなことができるのかっていうと、これね、大きく分けて3つあるんですけれども、まず1個目、これが、完全ね、ロー映像での制作ができるようになります。はい、ローっていうのは、まあ、写真でも言うローなんですけど、動画でのね、ローってね、なかなかやっぱ撮るの難しいんですよね。動画にも一応ロー動画っていうものがあって、ブラックマジックのカメラはローが撮れるんですけど、まあ、こういった従来のね、ミラーレス一眼レフっていうのは、まあ、基本的にはロー撮影ができないです。はい。ただ、このアイテムがあることによって、こっちでもローが撮れて、これをミックスさせたら、全部がローで撮影、編集が行うことができる。これがね、最強なんですよね。で、2つ目ですね。このね、ブラックマジックのいいポイントと、このパナソニックルミックスカメラのいいポイントを組み合わせることができるので、多数のね、撮影環境に適用できるっていうのがめちゃくちゃいいんですよね。これもね、多分、うわ、なるほどなーっていう風になると思うんで、ここもね、楽しみにしておいてください。で、最後3つ目なんですけど、カラーのルックをね、統一できます。はい。ブラックマジックとパナソニックのね、ルックというか、まあ、カラーサイエンス、色のね、出方っていうのが結構似てるんですよね。で、僕自身もね、いろんなカラーグレーディングとかを割としっかりカラーグレーディングだけのね、お仕事もしたりはするんですけど、すごくね、扱いやすいです。なので、このね、2メーカーを混ぜたとしても、まあ、全然仕上がりは馴染むと。違和感のないね、統一した映像の作品にできるっていうのも、まあ、めちゃくちゃ魅力的なポイントかなと思います。まあ、以上のね、3つのポイントを、このね、コンビネーションで実現できるっていうところになります。そして、僕のね、セットアップ、一番のね、セットアップも先にご紹介しておくと、まあ、ブラックマジックカメラは正直ね、どんなものでもいいです。これ今、アーサミニっていうね、これね、最近僕使わせていただいてるんですけれども、12K モデルになるんで、12K の60フレームとか、まあ、8K の120フレーム、4K の240フレームもいけるんか、そういったね、超高画素機っていう風になってます。で、これでもいいし、ブラックマジックのポケットシネマカメラ、6K Pro とか 4K とかでも全然もう OK です。で、僕はこの 12K を、まあ、一番のメインとしておいて、この S1H とこのねビデオアシスト、ちょっとこっち向きにつけますけど、これで、まあ、HDMI ケーブルを挿して使うっていうことをしております。で、これをすると、こっちから出てくる映像でブラックマジックローをね、このねモニターレコーダーで収録することができるようになるんですよ。なので、こっちの 6K とか 4K のローとこっちの 8K とか 6K とか 4K のローを組み合わせて撮影をするっていうのが僕のね、基本的なセットアップという風になっております。マジでこれで世界撮れます。いや、真面目に、ほんまに何でもできます、絶対。まあ、要はいいとこ取りをねしていこうじゃないか、そういったところです。はい、というわけで皆さん、早速ねやっていけたらなという風に思っております。
で、まずちょっと本題入る前に少しだけね告知をさせてもらいたいんですけれども、カラーグレーディングプロっていうね、カラーグレーディングを本格的に本気で学べるねオンラインクラスをね公開させていただきました。で、これ僕実際のね映画とかミュージックビデオ、テレビ CM ね、そういったカラーグレーディングの経験がありまして、で、そういったところでねこう得た知識とか、まあ、実践のノウハウっていうものを全てをねここに本気で詰め込めているねクラスになってるんですけど、これのね受講者数が想像をはるかに超えておりまして、年内のね予想の販売数、受講数っていうのをたったのね1ヶ月半でもう達成というか購入してくださってるんですよね。なので、まあすんごいね超人気のねこうクラスにはなっているので、まあちょっとねもう少しで値上げのね方向にはなってしまうんですけども、ぜひねこちら興味ある方はぜひチェックしてもらえたらなというふうに思っております。値段以上のね価値をねもちろん詰め込んではいるので、まあちょっとこれをね出回りすぎると希少価値がねちょっとあれになってしまうので、ちょっとねこれ以上っていうところもぶっちゃけあるので、ぜひね早めにこちらね興味ある方はぜひね購入していただけたらなというふうに思っております。というわけで皆さん、今回ねこの組み合わせ、このコンビネーションをね皆さんにご紹介させていただくんですけれども、まずねこのセットアップで一番キーアイテムになるといったこのビデオアシストっていうものをね先に紹介をさせてください。これねビデオアシストっていうのは何ぞやっていうところなんですけれども、これはブラックマジックデザインさんが開発販売をねしているブラックマジックビデオアシストっていうモニターになってるんですね。で、これは 12GSDI っていう、まあ、一番最新のモデルのものでして5インチモニターになってます。で、こちらのように7インチモニターというものもね存在しております。これぐらいのね大きさ感がありますね。はい。で、こちらに今ちょっとお借りをしてるんですけれども、まあ、全然これはねどちらでもいいです。画面大きかった方がいいという方は7インチでもいいんですけど、僕はね結構5インチが使いやすくて5インチ使ってます。はい。で、モニターレコーダーっていうのはアトモスの忍者5っていうものがねよく比べられるねものとしてあるんですけれども、あれもねもちろんいいんですよ。で、最近はね5プラスやったっけっていうね新作のものも出ていますけれども、僕は 100% ですよ。絶対こっちの方がいいです。はい。忍者5もねいいモニターなんですけれども、絶対こっちにしといた方がいい。これはねこれ全然 PR でも何でもないです。はい。全くねこの機能とかビデオアシストについて出してる動画っていうのが YouTube 上にないっていうのもあってやと思うんですけど、忍者5買う人めっちゃ多いんですよね。僕の周りも忍者5ユーザーすごい多いんですけれども、絶対こっち、マジでこれはね絶対こっちっていうところを皆さんにね後悔してほしくないんでね、まず熱弁させてください。で、このビデオアシストの特徴として、忍者5にはねない機能としては、SDI ポートっていうものがあるんですね。5インチモデルだったら SDI がねここにあるんですよ。ここに SDI があって、で、5インチのモデルだったらこれミニになっちゃうんですけれども、このね7インチモデルだったらこれがこのねフルの SDI になってます。で、 SDI っていうのはねこういった SDI ケーブルを使えばこのような感じでね HDMI ではなくて、別のケーブルをこう挿すことができますと。で、この SDI っていうのは業界的に見た時にこういったシネマカメラであったりとか、まあ大型のカメラにはね基本的に必ず搭載されているケーブルなんですよね。で、この SDI があるかないかっていうのもなかなか大きなポイントでして、例えばトランスミッターって呼ばれる、まあ、映像をねこう無線で飛ばす機器っていうものもあったりするんですね。これにもですねしっかりとこんな感じでSDI のね端子があるんですね。で、 HDMI も後ろにもちろんあるんですけれども、業界的にねこういうケーブルとか、まあ伝送関連とかねディスプレイにね何か映すって時は SDI の方がね主流です。はい。まあ、主流っていうか、まあ、SDI の方が割とねこうハイエンドな現場とかではよくね使われているんですよね。で、これがアトモスの忍者5にはないと、ビデオアシストには搭載をされているっていうのがまず大きなポイントですね。で、一応もちろんビデオアシストにも HDMI はついてます。なので両方使えるっていうのがさらにね驚きのポイントなんですね。と、7インチモデルにもうね HDMI 両方インアウトがついてます。はい。っていうのがまずね大きなポイントで違うっていうところで、これだけでも選ぶ価値があるっていうところですね。で、もう一個さらにねも大きな特徴として、ちょっと待ってね、皆さんねご存知のこういった SSD ってあるじゃないですか。こんな感じ。はい。これですね SSD、まあ、サムスンのね T5 とかサンディスクのねそういったカードあると思うんですけど、このねタイプ C のね USB ケーブルでねさせると思うんですけれども、ビデオアシストっていうのはモニター兼レコーダーになってるんですね。これで録画ができると。で、このねタイプ C のねスロットがあるんですよ。こんな感じ。はい。ここにタイプ C をね挿せば、これでねもうレックできちゃうんですよね。カメラでレックしなくてもこれでレックができるっていうのがまず
やばいじゃないですか。はい、アトマスの忍者配布できひんのかって言ったらそんなことなくて一応できるんです。ただその SSD っていうものがもう専用のものであったりとか、まあ、その本体に取り付けるっていう必要があるので、まあなかなかこっちの方がね、まあ、汎用性が高いと言いますか、使い勝手はまあ圧倒的にこっちの方がいいよねっていう話なんですよね。まあちょっとね欠点としてはね、この意味わからんこんなところにねタイプ C のねケーブルがあるんで、いやなんでしたみたいなところではあるんですけど、これほんならどうすればいいねんっていう話になって、僕はねここにね養生テープをつけたりとか、あとはこういったね、はい、スモールリグさんから出ているこのクランプを使えば、このねここにね SSD をねこう直接綺麗にね刺すことはできるので、まあこういったものを使えばね全然問題ないとっていう風なねことは一応できたりはします。であとは給電ができるんですよね。はい、この今バッテリーついてるんですけど、ここに専用のねコードを挿せば、もうこの電力で運用することもできるので、例えばカメラをねあんま動かさないフィックスの時であったりとか、そういった時にはこれをねこうバッテリーをつけずに運用することもできる。これはアトモスの忍者5だったらできないんですよっていうところも大きなポイントになってます。であとねもう一個おもろいのがここですね。はい、 SD カードスロットあるんですよ。なんでこれ SSD じゃなくて SD カードにも収録ができるっていうのも、まあ大きなね特徴の一つですね。こっちはなんとね、はいはい、2スロットありますので2個ね刺すことができます。これは全然違うでしょねっていうところもあって、僕はねビデオアシストっていうものをね、まあ、断然おすすめをしております。でね、このビデオアシストの使い勝手に関してなんですけれども、ブラックマジックカメラをね使ってる人はね絶対こっちの方が使いやすいと思います。というのもこうインターフェースがね結構ほぼほぼ一緒なんですよね。結構見たことあるでしょ皆さん、こんな感じでブラックマジック製品とねもう見た目そっくりなんで、全然ね直感的にね触れるかなというふうに思います。っていうのもありますので、僕はマジでビデオアシストを購入した方がいいとマジで思ってます。でまあねちょっとビデオアシストの紹介ね一旦ここまでにしておいて、まあ、これをねどういうふうに S1H とね組み合わせるかっていうところなんですけれども、これで録画こっち側でね要はレックをした際にブラックマジックの方に変換ができるっていうふうになるんですよ。この S1H ってまあローはねもちろん撮れません。でこういったカメラって基本ロー撮れないんですけど、これを使うことによってブラックマジックローですねを撮影収録をねすることが可能になりますと。なので僕は使い方としてこれでがっつりまあ綺麗な映像をね撮りたいときはこっちでねしっかり撮るんですよ。綺麗なねこう勝負に出るような映像を撮るときはこっちで撮影して、あとは言ったらこっちはねもっとコンパクトでこう機動力があるときはこっちで攻めるみたいな、こう A っていうよりもそのカメラワークとかそういったときはこっちで戦うみたいな、こっちだったらジンバルに乗せれないのがこっちだったらねジンバルに乗せることもできたりするんで、そういった時にこっちでね撮影をする、でそれを編集でミックスさせるみたいな、これがね最適解だと僕は思ってます。でちょっとねこっからこの S1H とビデオアシストのこの組み合わせについてちょっと深掘っていきたいんですね。正直やっぱねめっちゃいい部分もあるものの、まあ、ちょっとしたこうデメリットっていうのはやっぱあるので、そこもねしっかり一回皆さんにね解説をしていきます。まずメリットとしてはこれフルサイズなんですよ。でこっちがスーパー 35mm ですね。はい、で BMPCC6K とか 6K Pro っていうのもスーパー 35mm なので、ブラックマジックデザインさんのカメラで一番大きなセンサーっていうのはスーパー 35mm、 要は APS-C サイズというところになります。でこっちは一方フルサイズなのでもっと大きいっていうところを考えた時にもう分かりますよね。唯一フルサイズでブラックマジックローが撮れちゃうんです。これだけですね。はい、でブラックマジックローに対応しているこのビデオアシストのカメラっていうのは今だったら S1H とかこういった S1 もだし、ニコンの Z6 とか Z7 とかもいけるんか、で富士フィルムもいけたっけな、でソニーはダメなんですよ。で GH6 も今んとこできてない、でもこれは多分いけるようになると僕は思います。はい、なので GH6 もぜひやってもらいたい。言ったらネイティブのねブラックマジックではできないフルサイズでのブラックマジックローっていうのはこっちでできる。これがねやっぱ最も大きなね特徴なのかなと僕はね思ってます。でもう一個なんですけど、このブラックマジックデザインのねカメラって手ブレ補正機能が一切ないんですよね。ポケットシネマカメラシリーズに関してはあのカメラのジャイロスコープセンサーをダヴィンチリゾルブで読み込めば後から手ブレ補正処理っていうのはできるようになったんですよ。それもね大きな変化だしめちゃくちゃいいポイントなんですけど、あの場合ねレンズの手ブレ補正をオンにしてたら編集でできないんですね。まあ、これがアップデートでねどうなるかわからないんですけど、まあなんでちょっとね、こう手ブレ補正っていうポイントはねあんま強くないと。で実際ねそこまでめちゃくちゃね活用できるようなねこう万能なものではないんですけど、こっちだったらどうかっていうと、パナソニックの手ブレ補正って業界僕ナンバーワンって言い切れます。はい、
一番強いです、これね。なんで、この S1H とかマジでやばいですよ。本当にね、105mm とかも全然手持ちでいけますし、なんならこの動画全部僕手持ちで歩きながらね、モデルさんとね、京都を散歩しながら撮っただけの作品なのに、このね、ブレのなさなんですよ。これもぜひ見てもらいたいんですけど、まあそれぐらいね、あの手持ちでの撮影にね、たけると。なので、これをね、あれば手ブレがめちゃくちゃ効く、フルサイズのブラックマジックローが撮れるね、シネマカメラに生まれ変わるわけなんですよ。やばいでしょ、本当に。はい。で、プラスですよ、オートフォーカスなんですよ。このね、BMPCC とか、このアーサーシリーズってオートフォーカス使えないんですよ。シングル AF だけなので、追従ができないんですよね。タッチでね、ピント合わせても、それをね、トラッキングしたりとか、何かの被写体に、ついていくことっていうのはできないんですけど、こっちのミラーレス一眼レフカメラってオートフォーカスがあるじゃないですか。それが使えるんですね。で、ぶっちゃけ S1H と S1 に関しては、オートフォーカスね、あんまこう強くはないんで、もうほぼこっちだと思うんですけど、この GH6 ですよね。あとは S5 とか、S5 もいけます。はい。GH6 が特になんですけど、オートフォーカスめちゃくちゃ改善されてます。増面位相差 AF ではないんですけれども、コントラスト AF ではありますが、かなり速くなりました。なので、こう来たるタイミングでね、GH6 にビデオアシストによるブラックマジックロー収録ができるようになった時、その時はめちゃくちゃ手ブレの効いた、まあ、これマイクロフォーサーズですけど、オートフォーカスを使ったブラックマジックローが撮影できる時代が来るんですよ。来ると思います。僕は、この S シリーズの次のね、後継機が、まあ、オートフォーカスさすがに速くはなってると思うんで、そういった時に手ブレ補正もあって、フルサイズでオートフォーカスが効くっていう、このね、最強のシステムで、このね、シネマカメラ運用をしたいなっていうふうにも僕は思ったりしています。はい。で、あとね、このメリットとしては、やっぱこのビデオアシストっていうのをつけるだけになるので、このレンズにね、こう依存しないというか、例えばね、これがニコンの Z システムを組んでる方がいるとするじゃないですか。これがあればいいので、そのニコンでもいいわけなんですよ。はい。ボディではなく、ただのね、アイテムにしかならないので、言ったらこのね、フォーサーズシステムの人でも大丈夫ってことですね。はい。僕は S シリーズをね、こう、システムとして持ってるので、これはできるし、で、フォーサーズシステムなら、これ、また関係なくこれ使えるっていうところも、なかなかね、いいポイントかなっていうふうに思います。で、逆にね、ちょっとこう、デメリットというか、まあ、これをね、わざわざ組むことによる、まあ、普通よりも大変だよねっていうところはね、正直あったりします。S1H をね、まあ、シネマカメラと呼ばれるぐらいのスペックのものを完全なシネマカメラにねしてるようなものなので、まあ多少のこう負担というか負荷というか、ちょっとこう普通よりは使いにくいよねっていうところはやっぱあります。でそれを紹介していくとしたら、一番やっぱね、単純にそのセッティングに時間がかかったりはねしますよね。まあ SD カードじゃなくて SSD をねぶっ刺して、モニターぶっ刺して HDMI 通して、こっちにバッテリーをつけてとかやっていくと、ちょっとねやっぱこう工程もかかったりしますし、なんかこう必要なものがね増えたりはしますよね。そこはもうね、普通にあるかなと思っています。で、あとジンバルのね運用がね若干めんどくさくなりますね。このねモニターを上につけた状態だったらジンバルに乗らないので、僕はねこういうものを使うといいんですよ。こんな感じですね。はい。これを例えば僕は浪人の RS2 のね下につけてるんですけど、こういう風にここをねグリップの下につけれるんで、こういう風なねデュアルハンドグリップ運用ができるんですね。で、モニターをここにねつけれるようになるんですよ。なのでモニターがねここに来て、ここにジンバルが来て、こういう風に運用をする。で HDMI をそこに飛ばして、さらに無線で飛ばしたい時はここにね、はい、こんな感じでトランスミッターをつけるみたいな、こういったことになります。で一番大きいねデメリットもあるんですよ。デメリットっていうか惜しいところかな。はい。ビデオアシストで撮影をしたブラックマジックローですね、これで撮影をしたブラックマジックローっていうのは ISO 感度を変えれないんですよ。そこだけ、マジそこだけ。そのブラックマジックローって結局何がいいのかっていうのはまた別の動画にね出そうと思ってるんですけど、そのブラックマジックローで撮影することによって後からね撮影時の編集をすることができる。例えばホワイトバランスを変えれたりとか、カラーサイエンスを後から変えれたりするんですね。ネイティブのブラックマジック製品であれば ISO 感度もね編集時に変えれるんですよ。っていうのがこっちだとねできないんですね。 ISO だけは変えれなくて、でどうやらこれはですね、その開発の段階、基盤となるこのカメラの方ですね、こっちの開発の段階でそのね調整が必要らしいので、これはねアップデートとかでも普通にね難しいっていう風にちょっとねブラックマジックさんのね方が言ってたと思うので、これはねまあちょっと
と本当に惜しいなっていうところはありますね。まあただ正直ね、それでも全然十分ですし、ブラックマジックローなのでダヴィンチリゾルブに入れたら16ビットのねカラーサイエンスでね、カラーグレーディングとかダイナミックレンジもすごい広いままなので、すごくね全然いいので、まあそこはね、まああんまねこうああだこうだっていうところではないんですけど、まあそこがちょっと惜しいなっていうのはねあったりはしております。はい、というわけでですね、ちょっとねこれでこう僕のセットアップとか、あとはその使い勝手とか、そこをね話させていただいたんですけど、実際のね運用事例をねちょっと見ていきたいんですね。で、先日ね制作したこのミュージックビデオなんですけれども、これが実際のねこの運用のねコンビネーションでいったんですよ。このねメインのカメラがこのねブラックマジックのアーサミニプロ 12K とサブに S1H とこのビデオアシストっていうねこの2台体制でいったんですね。でね、正直ねこの作品を見てどっちが S1H でどっちがアーサって分かる方います？ほとんどの方がね多分見分けつかないと思うんですけれども、あのビハインドシーン見てる方はねちょっと分かると思うんで、ちょっとねちょっと黙っていてもらいたいんですけど、ほとんどの方がね多分見分けつかないと思うんですよね。要はそれぐらいこのね2つの機種っていうのは馴染むんですよ。僕もねカラーグレーディングでかなりね2つのカメラを寄せてはいったので、そこはねちょっと自分のねこう技術も使ってはいますが、かなりねこうナチュラルに統一感のあるね雰囲気でこう作ることができるかなというふうに僕はね思ってます。で、このねミュージックビデオっていうのはかなりねいろんなシーンで撮影してたんですけれども、より映像にこだわるときはこっちでしっかりとね、まあ、フィックスの映像とか撮りをね使うときとかはしっかりこっちで撮影をして、でねこのね欠点を補う意味としてこれをね S1H とこのビデオアシストで、例えばその走るシーン、バイクのねシーンであったりとか、あとは手持ちでね撮影したいシーンであったりとか、動きがねあるようなシーンをこっちでね撮っておくとか、そういったあの本当臨機応変に2つをねこうどっちかを選択することができて、この2つがあれば全てのねほぼほぼ全てのねこうパターンで適応していくことができると思うんで、これがね本当最強のねこう組み合わせだなというふうに僕はね思っております。で、最後にね、ちょっと色味のところなんですけれども、で、僕がね、こう、ルミックスっていうところでね、こう、激推ししてるところとして、要はこの母感がルミックスで、で、さらにそれをビデオアシストで撮影をしたっていう、そのフッテージっていうのが、ブラックマジックローですよね。それがめちゃくちゃいじりやすいんですよね。ホワイトバランスも後から変更できるし、で、ちょっとホワイトバランス的なところでね、今まで不具合あったのが、それがね、こう、最近のアップデートでね、こっち側のアップデートで完全体になったんですよ。そういったこともあって、もう本当にね、こう、欠点のないような素晴らしいロー、ブラックマジックローっていうのがこっちで出せるようになったんですよね。で、やっぱね、このネイティブのね、カメラっていうものが S1H なんで、普段からね、やっぱり僕は使ってるカメラの色のね、こう感覚で、ローをね、グレーディングすることもできるっていうのもあって、やっぱね、この色の組み合わせとしてもすごくね、いいっていうものがね、僕は結構大きなね、ポイントと思ってます。はい、ほんとねこう両方ともね色味がなんかこうナチュラルなんだけど、攻めたい時は攻めれるんですよ。プラスこう温かくこうあんまりねこうトゲトゲしてない色も両方ともできるみたいな、どっちかが尖ってるわけでもなくて、でも尖れて、で世界観も作れるんだけど、ベースはすごいふんわりとした嫌味のない色みたいな、それがねすごく両方とも似てるんで、これをねこう混ぜたとしても違和感なく、編集がねしやすく、編集時も楽しめるっていうところで、めちゃくちゃねいいねコンビネーションで、まあやってる人も全然おらんし、これはね多くの人に知ってもらいたいなというふうに思って、ね、これをね撮影をしました。どうですか皆さん、ロマンあるでしょ、めっちゃ良くないですか。本当何でも作れると思いますよ僕はね、うん、でね今ねこれ撮影してるカメラがソニーのね 7-4 で、最近僕 7-4 ね購入をしました。ソニーのねカメラはねこれまでにもたくさん使ってはいるんですけれども、まあ今のところではあるかもしれないんですけど、ソニーだったらこのねブラックマジックローって撮れないんですよ。このねビデオアシスト自体がソニーには対応してないので、まあ、やっぱソニーがねこう使いやすいカメラっていうのは僕も分かりますし、実際今撮っててめちゃくちゃ使いやすいです。マジでもう YouTube の動画楽しいですもん。こんだけね動き回ってもピンとちゃんと合うし、こんな感じでやったらすぐに合うじゃないですか。めちゃくちゃねやっぱ好きです、ソニーもすごい楽しいです。ただソニー以外を使う利点っていうのもこういうところにもあったりするんだよっていうふうにも僕は思いますし、もうねこういった S1H みたいなものをゴリゴリのねシネマカメラにこう変身させて、でそれを組み合わせて
もっとこうネクストじゃないけど、もっとねこう深い映像制作のこう表現っていうものを楽しめるっていうことも全然ねできるんじゃないかなって僕は思います。やっぱ今ってねソニーの 7S3 とか FX3 とかでね映像を撮ってる方めちゃくちゃおるじゃないですか。で正直ね僕もそれねすごい楽しいですし使っててねめちゃくちゃいいんですけど、でもやっぱねこうなんかロマンがあったりとか、なんか使ってておもろかったりとか、やっぱちょっとね人と違う表現してみたいなみたいなっていう時はやっぱねおのずと出てくると思うんで、そういった時に、まあ、このねフォーメーションであったりとかこのビデオアシストですね、まあ、要はなんでこの動画で何が言いたいかって言ったらこれをね買った方がいいっていうところですよね。はい、こういうねカメラを持ってる方は絶対これ買った方がいいよっていうところを言いたいんで、まあ、そういった方に参考になるね動画になってたらすごくね嬉しいなというふうに思っております。ブラックマジックのカメラに関してはね先日全てをね紹介している解説のね動画を出させていただきました。このね解説動画はねブラックマジックさん公認で作っているので、まあ、これ見ていただければブラックマジックカメラについて、ね、より理解もできると思いますし、パナソニックのカメラは僕のねメインカメラになってるので、このねカメラの、こともこれからねどんどんこう更新していきますので、ぜひねこの動画が役に立ったいいなっていうふうに思ってくださった方は、いいねとコメントをしてもらえたらなすごく嬉しいなというふうに思っております。で最後にこのカラーグレーディングブローですね、色味のね表現とか、まあ、もっとこうネクストレベルにね映像を持っていきたいっていう方にはすごくおすすめです。はい、これはねほんと僕が今までで一番自信を持ってねこう堂々と全てのね皆さんに出せるサービスの一つではあると思ってるので、買ってね間違いなく後悔することはないと思いますし、こんなにね情報詰まってんのってむしろびっくりするし、逆に僕はねこれついてこれるかなっていうふうに思ってるぐらいでこう作ったものになってるんで、こちらもね興味ある方はぜひ見てもらえたらなっていうふうに思っております。というわけで皆さん本日はね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまたね。When we kiss in the dark like we do, I just love the way it feels. Yeah, I know it's bad, but I